私の好きな洋梨の食べ方。まずは普通に皮を剥いていきます。ちょっと大きいので食べやすいサイズに切ります。続いては生ハム。生ハムを食べやすいサイズに切ります。最後に登場するのがマスカルポーネ。これで出来上がり。出来上がりました。色味悪。まずは普通の。うん、甘い。生ハムやっぱ甘いからしょっぱさがあってすごく美味しいですよ。美味しい。普通に食べるのに飽きたらこれを試してみてください。美味しいですよ。